さあ、ショー&テルといえばヤマケンさんがよく好んで使用して、うん、グランプリでも優勝されましたが、今朝は僕も当たって負けてきました、うん、マジックオンラインでもショーテルを使ってるめちゃくちゃ達人がいるんですけど、うん、その人にたまたま当たってしまい敗れてしまいました。添島選手がショー&テルですね。金子選手のデッキは判明次第、お伝えしていきたいと思います。猫選手エルフっぽいですね。おお、渋いですね。エルフ対ショアンドテル、お詳しいですね。そうです、マジックオンラインの、ショーテルマスターは JPA さんという、うん、ずっと僕日本人かなと思ってたんですけど、全然日本人ではなかったです。海外の方みたいですけど、さあ仮にショーテル対エルフだとすると少しショーテルが有利かな、うん、僕はミラクルでしたが、1ターン目にグリセルが出てきて開始でウィルを引いて間に合わず負けました。さあ土地が東屋だけでしたかね。一応1枚あったと思うんですけど、1ターン目召喚読みでマナが出せないドライアドの東屋。GPA さん本当に強いですからね。マジックオンライン50ランキングとか、歴代のものがあったとしたらいつでも上位に入ってそうな。さあ金子選手残念ながらダブルマリガンですが、今度はスタートできそうになってるんですね。ちょっとね動きは弱めではありますが、このショー&テル対エルフなんですけど、まあ、形は違えど、まあ、コンボデッキに属するデッキ同士の対決だとは思うんですが、まあ、ただメインボードに関してはショー&テルのみフォースオービル、などの妨害手段がありなおかつ、揃える必要なカードの枚数が少ないのでショーテルが有利かなと。サイドボード後はエルフも、手札破壊などを入れて相手に干渉しつつ動くことができますが、まずラクサの保証から。さあ添島選手も手札にはフォースオービルあり、ショーテルあり、グリセルブランドありという手札に見えました。さあそして対戦相手がエルフということで、ウエストランドをケアする必要もなく、うん、この時点では添島選手も最高速でコンボの完成を目指している。そうですね、もう2ターン目にショーテルが打てるんだったら打ってしまいたい。さあ土地を手に入れて安全に3ターン目にショーテルが打てるように。さあしかし金子選手もトップに積んでおいたのがグリンプスだったのかな、うん、なので、このターンエルビシュビジョナリーで次のターンに備える、うん、現時点でのこのエルフデッキのレガシー環境における強みというと、どうですかね。やっぱ一時期に比べるとミラクルが、すごい減ってたっていうのは、うん、エルフにとってはありがたいことだと思うんですけど、最近また復権してきてはいるので、うん、エルフもただもう横並びの中では最強クラスのデッキなので、うん、もう当たった瞬間勝てないというデッキは結構多いですね、うん、僕もエルフ使ったことはないんですけど、うん、使われる側としても当たって1本目はもうほぼ自動的に負けだなっていうゲームはかなり多いです、まあ、コンボデッキでもあるんですけど、普通に横並びの展開についていけないデッキっていうのが思いのほか多いので、もう全体除去以外では、エルフが適当に並ぶだけで勝てなくなってしまうデッキもかなりの数存在するので、そのコンボ一辺倒じゃないのがエルフの強みですかね、うん、ショー&テルとかはまあコンボ一辺倒と言っていいぐらいコンボに特化してますが、うん、
さあしかしここにはしっかり届きますね。なのでサイドボードごとか対戦相手が対策カードを入れてきてきたとしても、しっかりそれに打ち勝ちやすいのがエルフというデッキかなと思います。対策が難しいですね。盤面もしっかりさばいた上でコンボを止めなければいけないので、またナチュラルオーダーと一撃必殺技もしっかりコンボデッキらしく持っているので、さあもうグリンプスがカウンターされてしまったので全力展開ですね。ただ副島選手は手札相当強いですね。手札にはショー&テル、フォースオウィル、青いカードがちょっとあるかどうかまで見えませんが、さあアップキープにフェッチを切って、もう手札に実物提示教育はある状態ですね。あります。ということは坪さん大好きな、いやただ大好きじゃない、大好きじゃないこともないんですけど2番目に好きなやつが出るかもしれない。2番目好きなやつだ。まあでも盤面的にそうですね。おエムラクール、もう盤石ですね。手札にはフォースオブウィル、青いカードもしっかり持っています。この状態でナチュラルオーダーのみ死ぬ可能性があるんですけど、それもしっかり妨害できる手札なので、すごいですね。対戦相手ダブルマリガンとはいえ一度妨害を挟みつつ3ターン目にエムラクールで手札にはフォースオビルと、ノリノリですね。そうですね、今日ここまでのフューチャー4回戦目にして初めてのシギレーを使ったデッキ、青白奇跡が3回、フィーチャーされていたので、さあここで金子選手投了となりました。さらに1本目は、現在全勝中の副島選手が勝利と。今日ありますね。そうですね、すごい完璧な回りでした。ちょっと他のデッキとやるのとは違って、あまり頼りにならないので、できれば妨害手段を絡めつついずれかのコンボで、さあどっちかクレイドルしかなさそう。そうですね、これ悩ましいですが、まあただ引いても一番左がナチュラルオーダーだったら分かりませんが、さあここもマリガンでダブルマリガンですね。僕も今朝ようやくガイアズクレートが揃ったので、そろそろエルフもやってみようかなと。エルフやっぱけど難しいんですよね、多分プレイングが。まあどのデッキもそうなんですが、慣れるまではかなり難しいデッキだと思うので、さあダブマリゴどうか。地が一応あるようですね。悩んでいるということは、いや難しいですね。土地がそもそもフェッチしかないんだったらこれを上に置いたところで引けないんで、まずは副島選手抵抗から。さあそして今エムラクールを引き込んだように見えるので、もうスニークアタックさえ設置してしまえば。金子選手はアメジストのトゲと窒息という2大妨害カードが見ました。お、なるほど、もしかしたら縛れるかもというところでしょうか。まあ、ただ難しいですね。アメジストのトゲを置いてしまうとまた窒息の設置が遅れてしまうので、
さあ水下の時、これはたまらず放送ビル、さあ3枚目の土地は引けませんでしたが、実測はなさそう、ナチュラルオーダーとクリーチャーばっかりに見えますね。おそらく一番右が、さあそしてここで2マナ土地があると、もうこの時点で軌道まで行けてしまいますね。これはあれでしょうね、エルフの復帰が早いデッキなので、多分もう一回展開させたいんでしょうね。パーマネント3枚じゃなくて15点だとゲームに勝てないので、金子選手にもう一回展開させてから走りたいという意図かなと思います。おお、ここで錯覚を強制注意、かなり出ましたね。さあ、はい、スニークありますよね。ありそうですけどね。さあ満を持して、さあスニークアタック騙し打ちからエムラクールドカーン、殴ってる側最高ですけどね、殴られてる側はたまったもんじゃない、ですね。さあそして手札はブレインストーム、これでブレインストームでもう一枚のフィニッシャーを引き込むことができれば即座に勝利となります。金子選手はそれまでになんとか復帰を目指したいところですよね。さあしかし土地がない、こうなると副島選手は急ぐ必要もない。まずは渦巻く知識から、さあただ今抵抗を引いたんでもスッと打ちましたね。上下がちょっと先ほどのシャッフルで逆になっちゃったのかな。シアン抵抗とあったので、まあ、かなり掘り進められそうな感じありますよね。さあこれを両方下に送って、リフレッシュされたトップを引き直します。でシアン金色のカード見ました、なんでしょうね。おっとー、シェンライダー、さあこれでセットというわけで、ラストさん2017初日、副島雄一選手なんと全勝です、おめでとうございます。唯一の全勝者、すごい。もうこれで他の卓に関係なく絶対に一人だけですね、すごいですね。さあ明日はなので、明日は6回戦で、まあ、おそらく多分4敗しても大丈夫じゃないかな、ちょっと詳しいことは分かりませんが、3敗までだったら ID で確定じゃないかなと思います。ただもう初日全勝してる段階で4敗しても大丈夫そうな気はします。